宝来寺山の風景このはずく仏法僧宝来寺山の仏法僧は、NHK の歌番組、みんなの歌で2007年6月から7月に放送された楽曲である。作詞、作曲、編曲、富大佐を歌、NHK 東京児童が商談。CG アニメーション制作、大い文に言う。世界的シンセサイザー奏者、富大佐をは、 父親の実家近くの愛知県宝来寺山で少年時代に幻の鳥と呼ばれた仏法僧の声を聞いたことがあり、その当時の思い出を描いた楽曲である。現代では声の仏法僧の正体が姿の仏法僧とも呼ばれる仏法僧という鳥ではなくフクロウの仲間のこの葉ずくであることは知られるようになったが、その事実が解明されるきっかけとなった宝来寺山で、 その声は聞かれなくなったという。1970年代からみんなの歌の映像を制作しており、今回で28回目の参加となる大井文優によって奥三河の雄大な風景が CG で表現されている。歌の内容は兄弟らしき男の子と女の子が遠くの山へ逃げていったこの家族に帰ってくるように語りかけ、この家族がそれに応じるというもので、男の子と女の子。 このはずくのやりとりを二部合唱で表現している。この羽はずくは、鳴き声の正体を仏法僧と間違われたことが面白くなくて逃げてしまったようである。仏法僧もこのはずくに帰ってくるように促し、ラストでは、このはずくが夜に翼を広げて飛び立つ様子が描かれている。このはずくが、宝来寺山に帰ってきてほしいのは、作中に登場する男の子と女の子のみならず作者。 富田伊佐自身の願いでもある。詳細は、仏法僧の泣き声と、このはずくの泣き声を参照。ありがとうございます。